こんにちは、ナースケです。今、安全運転である場所に向かっております。安全運転、安全第一、安全第一です。業務用スーパー、よし、業務用スーパーしか勝たんということで、僕はね、大会に向けて減量に入りまして、まあ、それに向けてね、買い出しを行っていきます。ということでね、今日買うものとかね、買い出しのものをいろいろと動画に収められたらなと思っております。ちょっとなんか滑舌が悪いな、いつもより。やばい、うわ、場所忘れた。場所どこだっけ。はい、帰ってきました。もう途中でさ、財布を忘れたのよ。もうアホでしょ、アホ。ということで、ご紹介します。うっ、うっ、よいしょ、重い。とりあえずね、ガンガンご紹介できたらなって思います。まずね、毎度おなじみ胸肉。このね、胸肉の2キロってやつがね、830円ですね。830円で冷凍の胸肉、こいつを、よいしょ、これもうすごい、もうすごい、よいしょ、はい、2キロ、2キロ、2キロ、プラスもう6キロ。あー、で、すぐ冷凍じゃないやつもね、買ってきました。すぐに仕込めるように。これね、これでもう合計ね、10キロあるわけですね。アホだよね。うん、全部アホ。で、とりあえずこれで胸肉と。胸肉だけだったら多分ね、1ヶ月半ぐらいは持つんじゃないですかね。感覚的に。そんな持たないかな、1ヶ月ぐらいかな。業務用スーパーだとね、2キロで売ってるから結構安いんですよ。スーパーで買うとね、1パックね、結構高いの、300円とかで売ってるんだけど、2キロで800円だからね。スーパーとかだとね、3倍ぐらいで売ってるんだよ、値段が。普通に高いよ。だから、もし胸肉を大量にとか、毎日のように食べるとかね、僕は毎日のように食べるから、結構頻度が高い方は業務用スーパーで絶対買った方が、ケチな人はそっちの方がおすすめです。で、あとは卵ね。この赤い卵を買ってきました。まあ、赤い卵しかなかったんだけど、普通にこれは150円、結構高かったね。で、結構ね、僕がね、すごい楽しみにしてるのはこういう味付け系、例えば胸肉にかけるものとか、こういうのをね、意外とこの裏側とかを見ると、これね、脂質ゼロとかって書いてあるから、脂質ゼロだったら PFC はね、結構簡単に調整できると思います。だからこれをね、買ってきたのに、これちょっと美味しそうだったのよ。ほら、おろしポン酢、大根とかが入ってるのかな、勝手に大根入っちゃってるから、めっちゃいいんじゃないと思って。あとは炭水化物のパスタ、ここら辺ですね。あと結構重要なのは、タンパク質、タンパク質、タンパク質でしょ。で、調味料みたいな、もう結構ね、常に取り続けるもの、このと常に取り続けるものは業務用スーパーで一気にガンと買えます。で、これのパスタの味付けとか結構こまめに僕は変わるから、そういうのは大量買いはしないけど、もうこんなんさ、まあこれはちょっと例外だけど、常に大量に消費するものはね、もうこうやって買いだめちゃう。で、僕はね、ダイエットを成功する秘訣は環境だと思ってます。自分でこの環境を作ること。お家にこの材料がたくさんあったら、この材料を使うんですよね。この材料を使ったら、やっぱりカロリーはすごい調整しやすくて、すごい痩せやすくなってきます。だから自分でね、この環境を作るっていうのはとても大切です。素晴らしい。そしてね、目玉商品がもう一個。業務用精米、10キロだって。僕、前のお家のところはさ、お米が近くに売ってるのが大きくても5キロだったの。だけど、僕毎日お米炊くからさ、10キロってめっちゃありがたい。しかもね、結構安かったんだよね、これ。すごいね、これ絵になるね。めちゃくちゃ迫力がすごいね。もうこんだけあったら絶対減量成功するでしょ。減量成功するかしないかはね、ほんと自分次第だから、自分でその環境を作るのよ。環境を作れたもん勝ちだからさ。よいしょ。ということで、全部ね、業務スーパーで買ってきたの、割と単調だけど揃いました。これでおおよそ、まあ胸肉とかは1ヶ月から1ヶ月半ぐらい、こいつはね2週間とかで使い終わっちゃうから、結構ね、食材が切れるタイミングはばらつきがあるんだけど、おおよそね、この値段が
え、これスシローのレシートだった。あれ？あれ？ないレシートが。え？レシートがないんだ。そういえばさっき見てたのレシート。あれ？胸肉の2キロってやつがね830円ですね。830円で冷凍の胸肉、こいつをあれ、いや見てたな、さっきレシート見てたよね。あった、なんとこの値段ですね。卵が157円、これが2個、業務用のね精米、こいつがね2180円、5キロだったらスーパーに売ってるとだいたい1200円とかだから、まあ普通に安いね。1200円2倍したら2400円でしょ。これ2180円だから普通に安い、お買い得です。そして胸肉が、まあ、常温のやつが880円で、冷凍のやつが830円、そしてスパゲティがこれ115円ですね。んで、おろしポンティがこれ298円です。ということで、合計金額7729円。で、おおよそこれで、おおよそばらつきはあるけど、1ヶ月のうちの3分の2ぐらい持つんじゃないですかね。なので、食費はだいたい1万円ぐらいに収まると思います。原料機の食費は。だいたい平均の食費が3万円とかって言われてますね、社会人の。だけど1万円ぐらいで収まると思います。しかも外食とかしないから、減食減量の時は外食とかしないから、プラスでサプリメントとかってなると、まあ1万2000円とか1万5000円とか、そんぐらいでねボディメイクができちゃうっていうことになりますね。なんで1ヶ月の食費もだいたいこういうのを買うと分かってきます。ということで、今回の動画は業務用スーパーでね、買い物をしたっていう動画でした。もし減量をこれからする方はね、参考になると嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。ちなみに、業務用スーパーに売ってなかったので、Amazon で買いました。僕の減量のお供、メッツレモンスカッシュ。これが美味しいのよ。これはね、カロリーゼロで、食物繊維でね、甘さがつけられてるっていう、結構甘いですね。甘いからね、僕は結構とても大切にしてる商品です。めっちゃ買っちゃったぜ。